皆さん、こんにちは。しょうまにです。今回紹介するトミカは、伊東ヨカドービッツです。スケールとアクションは箱には書いてないです。で箱はこんな感じになっていますで。当時価格は500円だったみたいですね。でこちらはおそらく伊東ヨカドー限定トミカだと思います。それでは開封していきます。 こちらですね。で、前はこんな感じになっています。ボンネットの部分には、伊藤洋華堂のロゴマークが書かれています。で、その下には、伊藤洋華堂と書かれています。で、後ろはこんな感じです。後ろの部分にも、伊藤洋華堂のロゴマークが書かれています。 で、その下にはイトーヨーカと書かれています。で、上はこんな感じで、下はこんな感じになっています。メンドインチャイナ、中国製になります。で、スケールは1 57分の1で、ナンバーは110番ですね。おそらく元々の数字だと思います。で、トヨタはビッツと、 英語で書かれていて、1999年製のトミカになります。おそらく元々の数字だと思います。で、トミトミカという文字も書かれていますね。英語で書かれています。あと、側面の部分なんですが、ドアの部分ですね。イトーヨーカと書かれています。反対側も同じです。で、アクションは、サスペンションと、あまりサスペンションがちょっと良くない感じがします。まあ、サスペンションと、 ボンネット開閉になります。で、中はこんな感じになっています。で、内装はこんな感じです。 で、走りはこんな感じですえ。以上で紹介を終わります。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメント、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは失礼します。さよなら。